はい、こんにちは。オンラインウォッチアカデミー藤本です。今回私が実演したいのは技能検定3級です。時計修理の技能検定は1級、2級、3級、3種類あります。で、それぞれ1月から2月にかけて実施されるんですが、それの試験の問題に関して言うと前年度の11月下旬頃に公表されます。ですので、私が今から画面の中でやる作業内容はこの先ずっと継続して行われるとは限りません。ですので、今回あくまでも皆さんまだ馴染みがない方もいらっしゃると思うので、時計修理の技能検定の3級こんなことをやるんだよというイメージをね、持っていただくために紹介をする、そういう、動画になります。ご覧ください。最初にバンドを1箇所外して、それで開きます。開いた後にラグの付け根からバンドを取り外す、こういう作業をします。続いて駒を12時側と6時側で1箇所ずつ、1駒ずつ外します。裏蓋を外します。中に電池が入っているので電圧測定のために慎重に外します。裏蓋からパッキンを外して塗布機に入れた後、回してシリコングリスをパッキンに適量塗ります。電池をきれいなピンセットで押して、きれいなことを確認してから蓋を閉めます。パッキンのはみ出しが何か確認をして裏蓋を本締めします。この裏蓋が指サックをした手で開かないことを確認して時刻合わせもしておきます。
バンドを戻します。ラスプのバネ棒の位置も注意して止めます。電池交換、パッキン交換のデモンストレーション完成です。転がしながら巻いていきます。オンラインウォッチアカデミー、レッスン動画、修理事例動画、現地イベント、フォローアップライブ、オンラインで学ぶ一生ものの時計技術。私の大好きな時計修理技術を皆さんと一緒に共有できる日が楽しみです。ぜひお待ちしております。